最後まで盛り上がっていきましょう。ガワスブルーム。いつも同じ道を通ってた私の小さな惑星、見上げてもいつも見えるのはモノクロームの Oh,
イサバイバル。
桜祭りだったということで、うん、急遽瀬戸に変えたんですよ、ね、そう変えたの今日明日ちゃん担当だったんですけど、そうなんですよ、眠すぎてこれにしようと思ってたやつが、なんだっけ、なんかフラワーズブルームにしたいって言ってたから所長に変えてくださいそう急遽ね、そう変えてもらいました、フラワーズブルームにしてもらいました、ぴったりな曲ね、なんか春っぽくていい曲いいですねで今日4月7日じゃないですか、はい、実は今日はあやねちゃんがプリンセスストーリーになって1年の記念日です、おめでとうございます、1年前の東名阪ツアーでね、あの昇格してくれて1年が経った記念のお祝いの桜でもあるんじゃないですかね、もう本当に皆さんがいて今の私がいるので、みんなには本当に感謝しかないです、ありがとうございます、はい、なので今日も景色も綺麗だし屋台もたくさんあるということで、うん、まだまだ続いていくのでイベントを楽しんでほしいですが、私たちは、この終演後に、ね、特典会をさせていただきます。特典会というのは私たちとお話しできる会のことなんですが、初めましての方は写真好きなメンバーと1枚撮ることが無料で撮ることができるので、ぜひご気軽に遊びに来てください、お待ちしております、お待ちしております。それでは以上、私たちプリンセスストーリーでした、ありがとうございました。バイバイ、バイバイ、ありがとう。